ちなみにじゃあ、YouTube の生配信とか全然やってなかったんですか今まで。これが初めてです。あ、そうなんですかえー、なんか、割と、はい、YouTuber でも結構前からやってるじゃないですか。そうですね。始めたのは早かったんですけど、ストップするのもだいぶ早かったですね。<laughs> いや、なんかほら、みんな回り続けて結構うまくいってるっていう状況もあるじゃないですか、芸能人の人そうですね。あのー うまくはいき始めてたんですけど、うんうん、あの本当にスタッフ陣の喧嘩が始まったので、そこがうまくいかなかったです。<laughs> 結局人ですあ。あ、そうですか。えちなみに、なんか聞いていいのか分かるんですけど、<laughs> あのど,どんな揉め事が始まったんですか、はい、あの、まあ、やっぱテレビをやってるスタッフさんだったりしたんですよ。で、ええ、その中で、あの、まあ、YouTube に詳しい人もいて、テレビをやってる人もいて、で、若手もいて、みたいな感じの時に、うんうん あのテレビ界ではすごい偉いけど YouTube はそんなに知らないでもうん、うん、YouTube めっちゃ詳しいけどテレビ界では若くてあんまり偉くないっていうまあまあよくよく聞く話ではあるんですけどあの<ー>やっぱり YouTube はこういうふうにやったほうがいいんですよっていう若手の意見といやいや。はいはいはい でも、テレビ界で偉い人になかなかその意見をできないっていう構図あるじゃないですか。そうですね。まあまあまあ。で、どっちが正しいって、こっちも一概に言えないじゃないですか。は<ー>だか結局、僕がその間の潤滑油に全くなれなかったっていうのが一番の問題で。<laughs> すごいですね。中間管理職みたいなことやってるんですね。いや、もう全然、僕の話なんか全然聞いてくれないんですよ。そのスタッフに喧嘩が始まったら。<あー> <laughs> あだから、分かりましたじゃあ、ここはもう一旦ステイで、もう完全ステイにしましょうっていうことで。 ははい、はい、はい、<laughs> すみません、じゃなんか、その、ステイのチャンネル稼働させちゃってすみません。いや、これを機に、はい、頑張ります。はい